部から全国38局に向けてお送り中、スクールオブロック。明日の生放送教室で新聞部の新プロジェクトがスタート。我が校を代表して夏の甲子園に取材に行く生徒を募集します。詳しくは明日の生放送教室で。校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK、 ロックインジャパンフェスバル2016のライブレポーターを募集しております。このフェスを取材してライブレポートを書きたいという君は我が校の特設サイトから応募してほしい。締め切りは今週金曜日まで。京都の明日です。さあ今夜のスクールブロックは10時台に引き続きワーリマ先生を迎えてお送り中。ハロー、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 寿司芸者天ぷら藤山ハラキリ。オッケー、ジャパニーズビッグ文化。おー、what's your name?ワニーマ。おー、ワニーマ、ワニーマ、ワニーマ。おー、what's your name?コーシュ西部だ。あれ、国が違うぞ。国だ。西部だ。西部だ。コーシュ西部だ。ちょっと一回セットおりますね。はい、西部だってどうですか。サンキュー。ダメだ。ナイスサンキュー。会話がダメ。帰ってこれなくなっちゃう。通じない、通じない。さあ、ワリオ先生、本日8月3日水曜日、ニューシングル、ジュースアップリリースされております。ありがとうございます。で、さらに明日8月4日が、我々未確認フェスティバルのファイナルを行うですね、この東京新規はスタジオコースで明日なんですか。明日でしょ。これどなたと一緒にやられるんですか。これはレジェンドトゥレジェンド、クロマニオンズさんと、我がレーベルの社長兼横山です。ビザオブですのボスのスリーマンってこと。そうですよ。これどうどうすか、今のこの気持ちとしては明日に控えて。はい、緊張してます。素直に潔い。潔いだって、まあ兼横山先生もそうですし、山根先生もおそらくね、ずっと昔からもう聞いてらっしゃる。大好きですよ。強気の人たちが。どう、緊張って、これどうしてるんですか、いつもこういう時って。もうどうにもならないですよね、もう。僕はもう準備した分野と思ってるから、もう3人そう、練習したり、もういろいろ、そういう準備をしっかりします。はい。こんなちょっと焼きそばみたいな身なりしてますけど、髪型が、案外そう、髪型が案外真面目という。真面目です。コージー先生はどうですか、明日に向けて。明日どうですか、どういうメンタルですか。僕は緊張はあんまりしないんですけど、はい、もうこの発表されてから、この対バン発表されてから、はい、どんどんもうこの明日に向けての準備を常にずっとやってきたんで、はい、明日緊張も何もないです。ちょっといいですか、はい、今緊張しないって言いましたけど、はい、一番失敗するの更新そうでしょ。緊張はしないけど失敗はするってこと。緊張します。緊張もする、はい、絶対します。また嘘ついたんですか。ちょっと強く強がっちゃったよな、ちょっと強かったよな。まあ、ちょこっとだけにんまりじゃないんですよ。いいよ、素直でよろしいよ、甲子園君。苦しさがない、ね、しかない。こんな先生欲しかったな学校にね。確かに。だったら毎日行ったでしょ、本当にね。遅刻せずにね。すげえいじめられそうや。生徒からな。でも愛は向けられてるわけですよ。生徒からな。でさらに明日ライブがありまして、うん、今後だからもう夏フェスはもう怒涛も怒涛っすよね、はい、そうですね。すごいですね。ロックインジャパンフェスから始まって、はい、山口ワイルドパンチ、はい、そして長崎スカイジャンボリー、はい、そして山梨スイートラブシャワーなどなどたくさんの夏フェスに出られると。そうですね、そうですね、はい、もう破格にやっぱ増えた感じですか今年は。今年は去年はあの小さいステージ の、はい、トップバッターとかやったんですけど、はい、今回はメインステージのトップバッターが多くて、うわ、はい、やっぱもう全国ほんといろんなところで熱いイベントフェスがあってるので、はいうんやっぱ現場にコントわからん温度があるんですよ。はい、だからもう今年はセミよりうるさくないだろうかな思ってますよ本当に。また夏が合いますからね。嬉しい。これでも主催者の皆さんも、はい、もうワニマがトップだったら、はい、絶対これ成功する勢いつけてくれっていう信頼もだってあるからこそ。いやもう企画者の方のもう気持ちを代弁して僕たちがもう歌おうと思って、ね、はい、これはすげえわ。そうですね。でさらに、はい、今回のこのジュースアップニューシングル引っ提げて来月9月20日木曜日よりジュースアップツアー始まる。始まります。ありがとうございます。ありがとうございます。これもですね、9月20日木曜日東京渋谷ツタヤオーイースト、はい、チケットこれもう取れないでしょ絶対。いや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 、いや無理っすよ。だってこんな状態なら無理ですよ。いっぱい募集してくださいもんね。募集、いっぱい募集してから始まって、はい、これ対バンもあるんですか。そうです、そうですね。僕たちはワンマンはまだしないです。はい、やっぱり、はい、対バンを呼んでやっぱやりたいんで、はい、そうですね。その対バンのアーティストも発表されてるんですか。いやまだ発表してないです。でも決まってはいる。
まあどうですかね。同時に同じ顔。どうですかね。全国に対バンの方もいらっしゃるんですか。そうですね。そうですね。もうみんなが住む町にやっぱ会いに、はい、僕たちから会いに行きますから。わあ。いつも会いに来てくれるんでね。そうですね。はい、俺らが行きます。はい、9月20日初日でラストが12月19日約3ヶ月間。月曜日東京お台場のゼップダイバーシティ、そうなんです、となっていると。ただしかしですね、これ実はラストじゃないんです。そうなんですよ。あれファイナルじゃないんですか。全然ダイバーシティ、その後に To be continue なんですよ。はい、 To be continue。 どこに向かうんですかそれは。あれそれは、あら言えないですよ。言えないです。いつ教えてくれるんですか。言えないですか。これはもうそのうちですね。ちょっとぐらいなんかヒントないですか。なら、3万円具体的な額。3万円、具体的な額。ちょっとみんなカンパしてくれ。いや情報知りたいもん。100円出したらすぐだから。本当に送ってきちゃいますよ。すぐ口割るぞこの。やばいよこれ。まあでもツアーも、はい、ね、お体に本当にお気をつけて。いやもうありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、ただ待ってるみんなめちゃめちゃ楽しいだろうからこれね。夏来た感あるぞこれ。はい、さあそして本日ワニマ先生を迎えして送る今夜の授業テーマはワニマ掲示板逆伝。いや。さあ我が校の、教室である学校掲示板に日々書き込みくれております生徒のみんなありがとう。ありがとう。そしてその中にはもう恋愛相談だったりとかいろんなこう聞きたいこととか何でもいいんだけども、はい、今日も有馬先生と一緒にもうちょっと話ね聞いて、うん、もう相談とかも多いし10時台だってさ、はい、ねえ、はい、これ森の中のピエロ、佐賀県一郎さんの女の子 ね、うん、彼女、彼氏と初デートで花火大会行くけども、うん、距離を縮めたいと、うん、いうことでもう有馬先生にねアドバイスいただいて、どうすればこう手をつなぐことができるかみたいなところから、はい、まあちょっとあさって頑張って行ってみると、うんうんうん、でちょっとだけその、まあ、健太先生が、はい、エマージェンシーならぬエロージェンシー、ね、このねこれでしてしまいましたね。これで行くとダメだぞっていうこのサインね。はい、まあ、でも腐れた顔してますけどえ不服っすか。あれまあそうですね、まあ手つなぎたいって距離縮めたいって言いましたけど、はい、まあ離れても離れるのは距離だけとって僕歌ってますからね。歌の中で距離が縮めたっている自分で歌の話。そうですね、すいません、はい、宣伝みたいなのもありました。ふてくされながら言わないでくださいただまあいいんです。相談の中で言葉がそれ一線超えてしまうこともあるですから、そのエロワードとして。でも行き過ぎるとねちょっとね。でもその時のためのエロージェシンがあるんで、別にそこも気づかずに、はい、気を使わずに皆さん、相談乗っていただければありがたいと思います。気を使わなくていいんですか。そうやれるとちょっとね分かってくれないんだよ。藤井先生がすぐ調子に乗っちゃった。ちょっと今ラジオじゃ伝わらないですけど、僕今裸ですから、ね、いやいや何ちゅうこと言うんだよ何ちゅうこと言うんだよ。違いますよ、明日だけ服着てますから。ラジオってすげえんだぜ想像力働かすな。ただちょっとねこれ恋愛系めっちゃ多くて。そうですね、そういう時期ですもんね。そうですね、そうそうそう、夏ですからね。夏やけんね。ね、千葉県、はい、16歳男の子、ラジオネームブルーネス。ブルーネス、ブルーネス、ブルーネスどこに驚いたの。ワニマ先生に質問です。おうおう、はい、もうすぐ彼女と付き合って1年です。おらら、おめでとう。ちょうど1年経つ日にデートを約束できました。おら、いいじゃない。そこで唇を奪いたいのですが、なんば考えとっとめどうやったらかっこよくロマンチックにできますか。どうやったら唇を奪われるか。ロマンチックな。工場の富山です。京都の梨田です。そしてテイラースイフトです。違う、ワニマです。ワニマです。はい、全然笑っとらんやないか , 笑え、ちょっと笑え。同じ男やぞ名前教えて。千葉県16歳ブルーネスです。ブルーネス、ブルーネス、はい、今書き込み読ませてもらったけど、はい、1年も付き合ってんだ。もうすぐ8月31で8月31で丸1年。いいね、はい、かわいい。いや出ちゃったね、もう出ちゃったね。どういうとこ好き彼女の。とやっぱ後輩なんですけど。おお、何個下。1個下です。おお、1個か。中3とか時々なんか甘えてきたりちょっと下にするみたいなギャップがある。ギャップがある。はい、そこがまたいいか。はい、みんなに見せる顔と違ったりとかするのがね。なるほどね。甲子園みたいやな。甲子園先生みたい。すいません、すいません何に対して謝ってるか分かんない。ギャップガールね。ギャップガール、ギャップガール言いたいだけでしょで、デートはどこ行く約束してんの。海に行こうと思う。おー、海か。一番いいんじゃないの。いいな。なんでこれ海行くことになってんの。初のデートが海だったんですよ。うわー、そうか。はい、思い出の場所なんだ。はい、そうですね。で1年記念に行くみたいな感じだ。はい、うん、デートはさどれぐらい今までこうしてき、はい、どれぐらいのペースでしてんの。
と月に1回ですね。ああ大体のペースで。で、え、手とかは繋いだことあるの？あ、あります。おお、いいじゃん、いいじゃん。手以外も繋いだことは？やめなさい。ほら、ほら、ほら、いやいやいや、これもダメ。繋ぐとこどこなんだって話になりますよ。先生、違うんですよ。想像力豊かなんですよ。そうなんですよ。そうかそうか。そう。健太先生の違うところを想像して一生懸命繋ぐとこ探しちゃうんですか。しけ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 。これね、じゃあブルーネス、まあとにかく8月31日のそのデート、海でのデートで彼女の唇を奪いたいわけね。はい、ただね、これちょっと割間先生、これね、はいはい、今日殺到してて、はい、この生徒のみんなが、うん、唇を奪いたいと。もしもし、もしもし、あらたもね、ちょっと名前教えてもらっていい？北海道14歳、いいからインディゴゲス乙女です。インディゴラを、インディゴラの先生とゲスの乙女先生が好きか。いいからも入っとるな。一応な。14歳ってことで、学年は中3です。中3、中3か。あ、ちなみにでも、ワリマ先生、ジュースアップ買ってる？買ってます。あ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ちょっと感想伝えておけ。うん。もう、うん、すごい素晴らしくて、うん、ミュージックビデオやばかったです。あ、ありがとう。そうや。あ、だからいいからついとるんや。はい。あ、ちょっとおじいちゃん、ちょっと唇ば出してごらん。いや、何してんの、これもダメ。させちゃう、何を急に、何をするつもりなの。先まで行っちゃいます、すみません。え、何、いいからインディゴゲス乙女も、はい、これ唇関係、はい、来ちゃう。唇の方、唇の方ですね。こちらお並びください。唇の方、誰の唇を何されたいわけですか、ゲス乙女さんは。私も彼氏の唇を奪いたいです。ちょっとそういうことか。え、付き合ってどれぐらい？まだ3ヶ月なんです。おれ、おお、3ヶ月か。え、学年一緒？一緒です。ああ、どっちから告白したん？うん、相手からです。まあ男らしい、いいね。な、で、え、何、そのどっか行く予定はあるわけ？8月6日に公園でちっちゃいお祭りがあるんですけど。いいね、いいの。それに誘われて、おお、その時かなって思います。はあ、狙っていると。これなんか浴衣着てきたりとかするわけ？いや、迷ってます。迷ってる、どうするか。これだから初唇奪いか、これ。はい。妖怪みたいな。妖怪初唇奪い。妖怪じゃないんですよ。これだから、まあ、ブルーネスも、だから、唇奪いだし、ゲスオートな二人ともだから、はい、まあ、もちろん恋人は違いますけど、っていう状態ですわ、これ。そうですね。女子も男子もみんな。はあ。どうしてきますこれ。どうしましょうね。はい。まずブルーネスの方から言ってきますか、これ。そうですね、男子としては。そうですね、僕たちは男の、ね、男のやっぱ先輩として、ね、うん、はいはい。ブルーネスさんはこれどっちから告白したんですかね？ああ、相手からされました。なんやて、ね、なんやて、そこにはやっぱ引っかかるところが、引っかかるところありますよ。すごいな。モテんのかな、したら。ブルーネスモテるんかもしれないですね。ね、はい、あ、モテるんですね。いやいや、自信あっていいよ。すごい、いやいや、すごい、素晴らしいことだと思ってるんですねって、すごい。で、これだから、海でしょ、うん、海やから、はい、何時ぐらいに待ち合わせとか決まってんのわけ、これ。夕方、夕日見ながらか。あ、夕日見ながらか。なんだ、いいな。いいね。なこれ、うんと、今まで自分で行こうと思ったことはあんの？いやー、あるんですけど。ビビっちゃうっていう。ああ、わかるわ、わかるばい。そらな、ビビっちゃう、ビビるな。ロマン、かっこよくロマンチックにですよ、しかも。はい。どうしゃ、してきやすこれ。どうしますか。どうしますかね。死んだふりするか。どういうこと？死んだふり。まさかの。ロマンチックから一気にかけ離れたぞ。急にそこで。人工呼吸狙うことに行こうという。人工呼吸狙うか。飛んだ作戦だ、飛んだ作戦だよ、ほんと。ブルーレスなりのなんかあるの、その理想、そうそうそう、理想みたいな、ね、シチュエーション聞きたい。あー、やっぱり、男らしく行きたい。あ、告白されたのに。はい。そこは突っ込まんだけど、突然行きたいみたいなことなの、それは。そうですね。あ、例えばさ、はい、ごめん、ゲス乙女さ、はい、彼氏から例えばこういう風に来てくれたら嬉しいなとか、あ、そうね、そういうのある、共有したい。
なんかいきなりグッてほら寄せてくれたら肩グッと引き寄せてとか首をちょっとこうゴリッとこうしてゴリッちょっと折れてる感じしますねゴリッとするとちょっとあれですけど優しくちょっとこ う, そう、ね、やるとかは女子的には嬉しい、うん、嬉しいと思いますわブルーネスそうよほらいやいいっすねだからどっかでお前がやっぱ勇気出してそうだグイッと、はいうん、そうですね、はいうん、しかも彼女高3でしょあ中3でしょはいで今ゲス乙女も中3だから正しい意見じゃないですかこれそうです、ね、先輩から来てほしいみたいなね、うん、しかもなんかその海が目の前にあったらそうですねなんか彼女的にもあれなんかそういうしかも思い出の場所でしょ初デートの、うんはい、それ以来に行くんでしょこれはいってことはなんかあんじゃないって思うかな、うん、そうですよ、ね、だってしかも双方告白されてますからねえ、はあ、そうかそうですよそうだそうだだからもう好きってことですからそうだね、うんうん、ちょっとだからこうグイッとグイッと見る男らしくね、はい、こうは、はい、逆にブルーネス的にはさそのさ、はいまあ、彼女から、うん、こういう感じでこう来てくれたらちょっと、まあ、男だけどもねこっちはね、まあまあまあ、嬉しいかなとかあったりするやっぱり「映してもいい?」って言われるとドキッとしますねああ分かる分かるいいないいな映してもいいかだゲス乙女がだから勇気出してそれを8月6日のそうですね公演でだから言えるのちょっともじもじしながら、うん、そうやなちょっと想像してみるかゲス乙女それはい言えそうどうだ、うんちっちゃい声いや恥ずかしい恥ずかしいなこれなだからもう隣にいて LINE とか送っちゃえばああ LINE 送っちゃえよ言えんならおおっつったブルーネスがおおブルーネスがおおっていうのえろダメよブルーネスはスタンプしか送ったらダメよなんでなんですごい気持ち悪いスタンプ唇の距離離れるでしょそれを連打怖い怖いよえ例えばなんて LINE とかますかこれはわあでもやっぱり注意してほしいなって女の子が言われないようにかこうやっぱ一言いつもありがとうとか、うん、あ、ね、あよくね注意したいんだけどはいやった届いたいいなそれいいんじゃん隣にいるのに衛星を返して届くっていう、ね、既読早いよとか言ってゲストのためこの作戦どうどうやちょっとやってみたいと思います。これいいよ、マジで。直接やっぱ言えんな、LINE でな、今の時代。俺もそう思ってたみたいな、LINE 返ってくるパターンもあるかもしれないし。確かにね、新しいな。で、後で、なんだよ、みたいな。直接言ってくれよ、みたいな。甲子先生、これいけるでしょ、この LINE。これいけますね。これ僕もやりたいですね。いや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 自分が最高にするやつじゃない。自分はちゃんと言いたい。ちゃんと言うの、もう28歳。それ、LINE 駆使しちゃダメでしょ。あ、いいわこれはいいですねいいですねゲストともちょっとその作戦で行ってみる行ってみますいやうまくいけばいいなそしたら多分向こうも男だからちゃんとそうよドンと来てくれるよドンと来てくれる好きなんだからお互いこれちょっと、はいどうせ約束しとくこれゲス乙女とブルーネスでこれお互いのちゃんと彼氏彼女に目的は一緒ですからね行きますっていうことをそれはいいだ ブルーネスはでもあのアラーム鳴らしとって、はい、もうチューする時間決めとかなと思ってそんなにでアラーム鳴ったらあ今キスする時間です冷めるわ台無しだわすげえ焦りながらキスすることだよじゃんじゃんじゃんっつってせっかくの海も台無しですよ多分じゃあとか言っちゃうだろ時間なんだよみたいなそろそろお願いしていいちょっと2人でこれは約束しとこうしましょうねお互いエールを送るという意味でもゲソ乙女からじゃあまずブルーネスに言っとけ、うん、と絶対彼女さんは待ってるんで、うん、してあげてください、うんうん、いいねあいいですねじゃあお母さんブルーネス、うん、ゲソ乙女に勇気を出してしてあげてくださいあーよかねー何のやり取りだこの二人がするみたいなじゃあねありがとうバイバイありがとうありがとうございます成功せよこれ一生に一度のことじゃないですか、はい、めっちゃドキドキしませんしますね、ね、でも最高の瞬間をだって自分で作れるっていうことをふに考えたら、うんうんうん、そのドキドキとか怖さもちゃんとなんかいいポジティブな気持ちに変換できると思うから、うん、そうですね。ね。ぜひ。いやー、グッときましたよ。かまとじ。ぜひ、キスしてほしいです。キスしてほしいですね。そう。キスの一個上、行きましょう。
さあ、スクローブロック、はい、黒板の時間になってしまいました。はい。今日は、はい、ワニマ先生に、はい、お願いしたいと思います。そうですね。じゃあ、代表して、健太くんですかね。はい。健太先生が書きます。お願いします。もう短く、はい、端的に。あっという間っすね、今日も。うん。ワニマ先生の時も早いな、時間が。これだから聞いてて、彼氏彼女に対して同じ感じだってやつは、はい、本当にさっきのブルーネスと、うん、ゲス乙女、はい、2人だけかと思いきや、うん、ちゃんと他のみんなにもこれはエールを送ってる、はい、ものだと思うし、うん、そうですね、ですよね、はい、同じ境遇の人はいっぱいいると思います、ね、いそうですね、いるよ、はい、さあそれでは健太先生、はい、黒板読み上げていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。共にですね、ひらがなで共に、共に、はい、はい、少しお話しいただいてもよろしいですか。はい、やっぱり今いろいろ中の話だったり、うん、金魚の話だったり、金魚の話、あ、金魚すくいの話、あ、金魚すくいの話、一瞬ね、一瞬のことだけは言われねえと思い出せねえわ、発信のやつだし、それあったわ一瞬ちょっとだけのやつ、でもやっぱり今そういう話を聞いて、うん、やっぱり今の時代は共に生きたいなってすごい思ったっすね。はい、みんなと、この生徒のみんなと、はい、すごい今日出てよかったなって思います。はい、はい、東京 FM から JFN 全国38局に向けて授業してきたスクロボロ空気の時間です。今日も結果たくさん笑ったな、これ、はい、いやー、ゲラゲラ笑った、はい、笑ったっすね、うん、いつも笑顔じゃないですか。いや、もうジャケットとかでも本当そうですね、もう今日ものどちんこが揺れすぎてもう大変ですよ。健太先生、なんでいつもそんな素敵な笑顔できるんですか。いやいや、もう僕を笑わせるのは校長と教頭じゃないですか。いや、俺ら最初に言ってないですよ。あなたたちの存在が僕を光らせてますから、はい、本当もういつもありがとう。そうです、本当に思ってますか。3万円ちょうだい、今手元に1万7000円しかないから、それでもよかったら何のやりとりだスクールオブロックは明日夜10時に再び開講。最後は挨拶一緒にお願いいたします。はい、起立、当たって礼、また明日。健太先生、最後ね、これね、ラジオネーム、はいはい、眠り姫が、はいはいはい、どうしたらそんなに素敵な笑顔できますかって送ってくれてて、はい、実際なんでなんですか、このすごいこう幸せな笑顔されるじゃないですか、どこから来てんのかな。いや、もう僕が憧れる、僕の好きな人たちはみんないつも笑ってるんですよ。はい、だ、はい、からもう僕もそんな人に憧れて、はい、常に笑っていこうと思います。シンプルね。なるほど、シンプルですよ。そこなのね、笑っていこうってことですね。もう明日も世界がおるかもしれんから、確かに教頭と校長にちゃんと俺笑顔を伝えとかなと思って、はい、あ、いや嬉しい、これは嬉しい、ちょっと俺もじゃあ、はい、笑ってきます。いいいい笑顔です。すごい、そう、嘘くさいな、嘘くさいな。ちょっと気持ち悪いですなんで京都に言われないといけないなんでエローゼンシー俺の笑顔がエローゼンシー確かに歯並び汚いけどまた来てください。また来てください。